コスです。今回はテキストアニメーション5つ作っていきたいと思います。どれも使えるテクニックなので覚えていて損はありません。このチャンネルではアフターエフェクツのチュートリアルを配信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。それではやっていきます。1個目のテキストアニメーションはスライドインです。まずは新規コンポジションを作成します。今回は背景を白で、テキストを黒で作っていきます。まずテキストレイヤーで文字を打ちます。そしてセンターにしておきましょう。そしたらこれに動きをつけていきます。テキストレイヤーの位置にキーフレームを打っていきます。まず最初に1回打ちます。そして15フレ進んだところでもう一度キーフレームを打ちます。今回は15フレで横からスライドしてくる動きになります。そしたら最初に戻して画面の端に文字が見えなくなるまで移動させていきます。はい、こんな感じの右からの動きができます。これだけだとちょっと残ないのでもう少し動きを加えていきます。キーフレームに選択してイージーズを適用します。で、グラフエディターを開いて動きに緩急をつけていきます。で、グラフエディターの表示は速度グラフを編集、これを選択しておきましょう。そしたらこんな感じで最後と最初がゆっくりになるように動きを微調整していきます。はい、こんな感じでちょっと動きにいい感じの動きになります。で、最後にモーションブラー、これをチェックオン入れておきます。はい、これで1個目のスライドインのアニメーションが完成です。はい、2個目のアニメーションはこのような感じの拡大のアニメーションを作っていきます。新規コンポジションにテキストを打ちます。そして真ん中にしておきます。さらにここで1個ポイントがあって、アンカーポイントをテキストの真ん中にしておきましょう。これをやっとかないと動きがおかしくなります。で、アンカーポイントをセンターにしたらスケールにキーフレームを打っていきます。まず最初に1回打って、で、7フレ進んでもう1回打ちます。で、3フレ進んでもう1回打ちます。全部で3つキーフレームを打ちます。で、数値を入力していきます。最初は0で、2個目のキーフレームで130で、最後が100です。動きはこんな感じです。で、さっきと同じようにイージーズを適用していきます。で、グラフエディターを開いて緩急を微調整していきます。はい、グラフの見た目としたらこんな感じで OK だと思います。はい、動きはこんな感じです。で、最後にモーションブラーをオンにします。はい、これで2個目のテキストアニメーションが完成です。はい、次にこんな感じでちょっとおしゃれな動きのテキストアニメーションを作っていきます。新規コンポジションを作成してテキストを打っていきます。はい、で、今回は雰囲気に合わせて
書体を変えていきます。はい、こんな感じの明朝でいきます。センターにしておきます。で、動きをつけていきます。テキストのアニメーターを開いて位置を追加します。さらに不透明度も追加しておきます。で、数値を入力していきます。位置の横を0から50にしておきます。で、不透明度は 0% にしておきます。はい、ここまでできたら範囲セレクターを展開してコードをさらに展開して基準の文字からスペースを除いた文字を選択しておきましょう。半角スペースとかの文字を飛ばしたアニメーションになります。で、オフセットにキーフレームを打っていきます。まず最初に1回打って、で、2秒半ここでもう1回キーフレームを打ちます。で、数値は100、0から100のキーフレームです。動きはこんな感じです。はい、さらにもう一つ動きを加えていきます。レイヤーのトランスフォームの位置にもキーフレームを打ちます。最初に1回打って、で、今回は3秒のところでもう一度キーフレームを打ちます。そして最初に戻して横の位置を1100で入力します。はい、動きはこんな感じで、キーフレーム補助からイージーズ最後のところ1個だけ決めていきます。で、グラフエディターで微調整しましょう。はい、こんな感じです。ちょっとだけ調整しました。はい、これで3つ目のちょっとおしゃれな感じの動きのテキストアニメーションが完成です。4つ目はこのような感じのブラーのアニメーションになります。まず文字を打っていきます。で、書体は角ゴシックに戻しておきます。で、センターにしておきます。動きをつけていきます。テキストのアニメーターでブラー、さらに不透明度追加します。で、ブラーの方の受容比を固定のこの鍵をチェックを外します。で、横の数値を増やしていきます。大きくなればなるほどブラーが強くなっていきます。今回は300でいきます。そしたらまず最初に1回キーフレームを打って、で、10フレ進んだところでもう一度キーフレームを打ちます。で、数値は0です。はい、こんな感じのアニメーションができます。さらに不透明度にもキーフレームを打っていきます。同じタイミングで打って、で、最初の数値を0にしておきます。はい、これで完成です。すごく簡単にブラーのテキストアニメーションができますのでおすすめです。5個目のアニメーションはこんな感じで光るアニメーションです。まず新規コンポジションを作成します。今回は光なのでこれだけは背景を黒に、で、テキストを白でやっていきます。
はい、そしたらテキストを打ちます。で、センターにしておきます。そしたらこのテキストレイヤーにエフェクトのグローを適用します。で、パラメータを調整していきます。まずグローの基準をアルファチャンネルにしておきましょう。そしてカラー A とカラー B をちょっとだけ黄色にします。はい、ここら辺は好みで調整しましょう。で、グローの数値をいじっていきます。まずはグローの強度を上げていきましょう。で、グローの半径も上げて数値を調整していきます。ここら辺は見ながら調整していきましょう。はい、こんな感じでグローの半径を40、強度を4でいきます。はい、グローの数値が決まったらグローの強度にキーフレームを打ちます。まず最初に1回打って、で1秒進んだところでグローの強度を0にしてキーフレームを打ちます。はい、動きとしたらこんな感じのアニメーションになります。はい、ここまでできたら次に不透明度にもキーフレームを打ちます。まず最初に1回打って、で10フレ進んだところでもう一度打ちます。で、数値は0から100です。で、グローの光の色を微調整して好みの色に仕上げていきましょう。はい、これでグローのテキストアニメーションの完成です。どれもいろんなところで使えるテクニックになります。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録お願いします。